こんにちは。この花の寒月です。今日は大人もキュートな気持ちになるキャンディー結びをご紹介いたします。はい、それでは早速結んでまいります。今日使います帯は綿の帯ですね。幅が16センチ、長さ4メートルのものを結んでいきます。はい、そうしましたら帯結んでまいりますね。帯を半分に折っていただいて、半分のところですね、ピンチで印をつけます。そしてこちらのピンチをつけたところをですね、ご自分の真ん前に持ってきます。こちら垂れ先になる方ですね。はい、そしてこちらの手先側をですね、半分に折っていただいて肩に一度預けます。はい、そしていつものように矢印になるように折り返しますね。ピンチで、帯が長いのでピンチで一旦止めておきます。はい、そうしましたら帯をいつものように2周巻いていきますね。はい、帯を2周巻いてきましたら、ここで一度帯を締めてください。ギュッと締めますね。はい、垂れ先の方も斜めに折り返します。こういうふうに半分になるように折り返しますね。はい、ピンチを外します。手先を下ろして、手先が上になるように一結びします。グッと結びますね。はい、そして、蝶々結びです。一結びします。はい、でギュッと結びますね。はい、一結びします。でこの時にですね、だいたい垂れ先と手先が下の方揃ってます。はい、そしてこちらのリボンを広げますね。はい、広げましたら、こちらの垂れ先と手先ですね、揃えていただいて、この結び目の中くぐらせていきます。そしてね、長さを見ながら引き出してくださいね。で、先ほどの段階で手先と垂れ先がこう若干ずれが出た場合は、ここの内側で調節していただいていいです。少しこっち長い方を引っ張ったりとかして、垂れ先と手先のここの長さですね、ここで調節してみてください。はい、リボンの上に広げましたら、はい、帯締めですね。これですね、キャンディー結び中に入れちゃうんですけれども、垂れ先作ってここですね、角出し風にされても大丈夫です。今日はキャンディー結びで可愛く丸くしていきますね。帯締めで丸く作ります。はい、中をきれいにしますね。ふんわりと丸く形を作ってください。はい、でせっかくなので、帯揚げをここですね通していただいて、帯揚げを使っていただいても大丈夫です。はい、今回は帯締めだけで作りますね。羽を広げて、ちょうどキャンディーみたいな形に作ります。はい、そうしましたら、帯ですね、ここ真ん中、帯の形の真ん中になるところにピンチを止めます。はい、帯をしっかり持って回します。ピンチが背中心と合うところに来たら外しますね。
はい、ホビー板を入れます。はい、帯締めを結び直しますね。はい、帯締めを結びましたら、こちらで完成です。気持ちが上がる帯結びです。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。